人民党はアメリカ合衆国のポピュリズム運動の中で1891年に設立され、比較的短命に終わった政党である。人民党の構成員、支持者はポピュリストと呼ばれた。ポピュリストやポピュリズムという言葉は、確立された利益や主流政党に反対して、反エリート主義の主張で使われることが通常である。詳細は当該記事を参照のこと。 アメリカ合衆国南部の貧しい白人面艦農家やアメリカ合衆国中西部の平原にある州の追い詰められていた小麦農家などを支持基盤とし、農本主義と銀行、鉄道、エリートに対する敵意という急進的な運動形態を取った。労働組合と連行する場合もあれば、1896年には民主党が人民党の大統領候補者、 ウィリアム・ジェニングス・ブライアンを公認した。1892年から1896年が最も活動した期間であり、その後は急速に衰退していった。人民党は南部やミシシッピ側から西部までで低い農産物価格に反応した農民の騒動の中から生まれ出てきた。1876年、テキサス州ランパサスで結成された農民同盟が、 農民の結集による経済活動を推進し、南部やフレートプレーンズ地域で幅広い支持を勝ち取った。農民同盟は最終的に仲介業者、鉄道、商人に対抗する集合的な経済活動という幅広い目標を達成することはなかったが、運動に関わった多くの者のは国政政策の変化を先導した。1880年代末までには農民同盟が 政治綱領を作成し、国策における規制と改革を要求した。中でも、農機具など、他の商品に比較して、農作物価格が下がったことへの対抗策として、金本位制に反対したことが挙げられる。1888年12月、全国農業ウィールと、南部農民同盟が、ミシシッピ州メデリ,リアンで返した。この集会で、 保留中だった二つの団体が統合することを決めた。この統合で、新しい組織名が、アメリカ農民労働者連合となり、1889年には、統合が批准されたが、テキサス州やアーカンソー州の保守的な同盟員と政治的なウィール会員との間に紛争があり、これらの州では、それぞれ1890年と1891年まで、統合が遅れることになった。 この統合で白人南部同盟とウィール会員を団結させることになったが農業団体のアフリカ系アメリカ人会員を含めることはなかった。1889年の統合に向けた動きの中で南部農民同盟と全国農業ウィールの指導者たちがナイツ・オブ・レーバーの指導者テレンス・ブイ・パウダリーに接触した。この農民運動指導者とパウダリーが接触したことで 1889年12月から1892年7月の間に開催された一連の改革会議への道が明け、全国政党として人民党の結成につながった。1892年、人民党の選挙ポスター、ジェームズ・ウィーバーを大統領に推している運動の中から新しい政党を作ろうという動機は、二大政党である民主党と共和党の双方が、 小農の必要とする事柄には、敵対的な銀行家、土地所有者、エリートに支配されているという信念から生まれてきた。運動は1892年に最高潮に達し、人民党はフランシス・ウィーラードを議長とする大会を、ネブラスカ州オマハ市で開催し、国政選挙の候補者を指名した。オマハ綱領と呼ばれた党綱領は、国定銀行の廃止。 累進的な所得税の導入、アメリカ合衆国上院議員の直接選挙、公共事業の改革、1日8時間労働、及び鉄道、電信、電話の連邦政府による規制を要求していた。1892年、アメリカ合衆国大統領選挙の一般投票で、ジェームズ・ウィーバーは127,329票を獲得した。ウィーバーはコロラド州、 カンザス州、アイバホ州、ネバダ州の4州で勝利し、オレゴン州やノースダコタ州からも選挙人病を得た。党は南西部やグレートプレーンズ地域の農民に最も支持され、さらには南部でもかなりの支持を得られたが、南部は民主党がしっかりと根付いた独占地域であり、それとの苦しい戦いを強いられた。成功事例は、 南部以外の民主党との選挙協力で得られることが多かったが、南部ではアラバマ州、ノースカロライナ州、テネシー州、テキサス州で共和党と同盟を組んだ。例えば1894年の選挙で人民党のマリオン・バトラーが指導した人民党と共和党の連行によって、ノースカロライナ州の州と地方レベルの役人を独占し、さらに1896年には、 共和党候補者のダニエル・リンザー・バトラーを州知事に当選させることになった。ポピュリストの動きとは全く別に、西部の工業州では1893年強行を解決するために自由銀を要求したシルバーライトの動きがあった。ポピュリストは禁止党に追随して女性の支援を積極的に取り込んだ。ジョージア州のトマス・イワトソンなど南部のポピュリストは 経済的な利益を共有するという名目で、貧乏黒人と貧乏白人がその人種的な違いを棚上げにしておく必要性を訴えた。しかしこの終始的な訴えにもかかわらず、人民党は人種差別問題を避けられなかった。ノースカロライナ州選出のアメリカ合衆国上院議員マリオン、バトラーのような人民党の著名指導者は、少なくとも白人至上主義サイドへの支持を、 表明しており、党員の中にもこの見解を支持する者がいたと考えられる。1900年以降、ワトソン自身は公然と白人至上主義を訴え、1904年と1908年の大統領選挙に出馬して、それぞれ11万7千票と2万9千票を獲得した。36歳のウィリアム・ジェニングス・ブライアン。 1896年の民主党及び人民党の共同候補になった1896年までに民主党が国政レベルで人民党の政策の多くを採用するようになり人民党は国政の場から衰退を始めた。1896年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党がウィリアム・ジェニングス・ブライアンを大統領候補に指名しブライアンは 経済不況と権力の不均衡配分の解決策として自由銀問題に議論を集中させた。当時の偉大な演説家の一人であるブライアンは、その金の十字架演説で民主党の中に大きな興奮状態を生み出し、1896年夏には人民党の支持が得られれば大統領選挙に勝利する可能性があるように見えた。 人民党はブライアンを公認するか独自の候補者を選ぶかという選択肢があった。セントルイスで開催された党員集会では大きな内紛のあった後でブライアンを公認することに決めたが、ジョージア州のトマス・ E ・ワトソンを独自の副大統領候補に決めた。ワトソンは慎重に協力を始めたが、選挙後には実行可能な手段としての協力の可能性を否定することになった。 ブライアンの基礎票は伝統的な民主党票にあり、さらに西部と南部の人民党が強かった州や、西部のシルバーライトの州を制することになったが、工業化の進んだ州では弱かった。この年の選挙では、共和党のウィリアム・マッキンリーに60万票差で敗れ、1900年に再挑戦した時もさらに大差で敗れた。民主党と選挙協力を組んだことで、人民党は、 南部で壊滅した。共和党と組んで成功していた唯一の州であるノースカロライナ州では連行が解消された。1898年までに民主党はノースカロライナ州の人民党と共和党を破るために激しい人種差別キャンペーンを行い、1900年には民主党が黒人の選挙権剥奪を始めた。1896年の失敗からポピュリズムが 立ち直ることはなかった。例えば、テネシー州の人民党は、会員が減って士気が衰え、州レベルの敵である民主党と戦うか、あるいは国政レベルの敵である共和党やウォール街と戦うかというジレンマに陥り、分裂した。1900年には、かつてのテネシー州の人民党は、以前のものの影に過ぎなくなっていた。 1900年アメリカ合衆国大統領選挙で、ポピュリスト有権者の多くがサイドブライアンを支持したが、弱体化していた党は別に、ウォートン・ウェイカーとイグナティ・ウスエル・ドンリーという組み合わせの候補者で戦い、選挙戦の後で回答した。ポピュリズムの活動家は、政界から引退するか主要政党に加わるか、あるいは、友人 V デブスの新生アメリカ社会党についた。1904年、 人民党は再組織化され、トマス・イー・ワトソンが1904年と1908年の大統領選挙に出馬したが落選し、その後では再度回答された。1890年代以降、歴史家たちはポピュリズムの性格を活発に議論してきた。多くの学者たちはリベラルであり、ポピュリストが銀行や鉄道を攻撃したことを称賛した。 ある学者は、1890年代のポピュリストと、1900年から1912年の進歩主義派の間に密接な関連を見ているが、ブライアンを除いて、進歩主義指導者の大半は激しく、ポピュリズムに反対していた。セオドア・ルーズベルト、ジョージ・ W ・ノリス、ロバート・ M、ラフォレット・シニア、ウィリアム・アレン・ホワイト及びウッドロー・ウィルソンはポピュリズムに強く反対した。 ニューディール政策時代にポピュリズムの考え方が民主党に取り入れられたかについては議論があった。ニューディールの農業政策はヘンリー、A ・エウォレスのようにポピュリズムとは何の関係もなかった専門家が立案した。歴史家の中にはポピュリストを前を見据えたリベラルな改革者と見る者も,もいる。のどかでユートピアのような過去をつかみ直そうとした反動家だと見る者も,もいる。 アメリカ人の生活を再建しようとした、求心派と見る者がおれば、経済的に追い込まれて、政府の救済を求めた、農本主義者と見る者も,もいる。最近の学説では、アメリカ初期の共和主義に、ポピュリズムが追うものがあると主張している。クラントンは、ポピュリズムが、ジェファーソン、ジャクソン及び、リンカーンのそれぞれの民主主義の、 はっきりした印象を止める政治的な伝統を通じて露化されてきた啓蒙思想から派生した古き求心的な伝統を最後に表現したものだと主張した。その伝統は金ピカ時代に支配的だった厳金という中核思想の上に人権を置くものだった。フレデリック・ジャクソン・ターナーと西部歴史家の継承者はポピュリストをフロンティアの消滅に反応したものとして 次のように説明した。農民同盟やポピュリストが鉄道を国有化するよう求めたことは最後のフロンティアで開拓農家が行った同じ行動の一面である。その提案は西部開拓が進行するに比例して取り入れられる度合いを増していった。全体として捉えれば、ポピュリズムはアメリカ生まれの古きパイオニア概念の権限であり、その目標を有効にするために 中央政府を使う用意が増していったという位置づけである。ポピュリズムに関してターナーの弟子で最も影響力を持ったのはジョン D ・ヒックスであり、概念の上に経済的実用感を強調している。すなわちポピュリストを政治的利益団体として表現し、生産に関与しない、投機化が規制するアメリカの富の公正な分け前を要求した持たざる者たちだということである。 ヒックスは、カンザス州の農家の多くを破滅された干ばつを挙げたが、金本位制、効率利子、低騰差し押さえ、及び高い鉄道料金によって引き起こされた、金融操作と生産価格の低下も指摘した。そのようなものに起こったポピュリストが、解決策として人民による政府の支配を訴えたことは、後の共和主義の学者が指摘したところである。1930年代、 シーバン・ウッドワードが南部の地盤について、尊大な金持ちに対する貧乏黒人と貧乏白人の連携の可能性を見ていた。ジョージア州の政治家、トマス・ワトソンは、ウッドワードの英雄だった。しかし、1950年代、リチャード・ホフスタッターのような学者は、現代性の挑戦に対して、後を振り返る農夫たちの不合理な反応として、ポピュリズム運動を描いた。 ホフスタッターは、進歩主義者に至る、第三政党のつながりを軽視し、ポピュリストは、地方の凶暴の精神を持った人々であり、移民排斥主義、反ユダヤ主義、反地政主義、イギリス恐怖症を表に出した、罪の天下に走る人々だと論じた。反近代的ポピュリズムの反対にあるものが、ホフスタッターのモデルでは近代化を行う進歩主義者であり、セオドア・ルーズベルト、ロバート・エム、 ラフォレットシニア、ジョージ・ノリス、ウッドロー・ウィルソンなど、進歩主義の指導者が、ポピュリズムの激しい敵であると指摘した。ただし、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンだけは、ポピュリストと協力し、1896年には、大統領候補者指名を受け入れた。マイケル・ケイジンが1995年に出した、ポピュリストの説得では、1930年代の、 チャールズ・カフリン神父や1960年代のジョージ・ウォレス知事のような代弁者に表されている終始的な様式にポピュリズムが影響を与えたと論じた。ポステルはポピュリストが伝統主義者で反近代化論者だという考え方に反論している。ポステルは全く反対にポピュリストが積極的に意識して進歩的な目標を追求したと論じた。彼らは科学と 技術知識の融合を求め、高度に集権化された組織を作り、大規模な法人事業を始め、州を中心とする改革の道を進めた。何十万という女性がポピュリズムに関わり、より近代的な生活、教育、学校や事務所での職を求めた。労働運動の大きな部分がポピュリズムを回答だと考え、 規制された状態に弾みを与える農夫との政治的連携を図った。しかし、進歩主義は恐ろしい非人間的なものでもあったとポステルは述べている。白人ポピュリストは人種差別問題、中国人排斥及び分離すれども平等の屈辱と残酷さについて社会的ダーウィニズムの概念を捉えた。 1891年から1902年の間に45人の党員がアメリカ合衆国議会議員を務めた。上院議員は次の6人である。以下は下院議員である。第5人議会第53議会第54議会、第55議会第56議会第57議会。ありがとうございます。